左足で蹴ってきます。カーブかっている、ゴール前シュート、もう一度一つ前のロメロ、前を抜けるか、有田にボールが渡る、有田のシュート、展開した、ふわっとしたボール、頭で折り返す、立川のシュート、空いてくるボール、頭で落としてヘディングシュート、ワンゴール夢をお届けプロジェクトということで始めていきたい。すげえ、またフライングで入ってきた、もうすごい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 、ええ、こんにちは。こんにちは。誰ですか今日は。眉毛バンドをしている男です。眉毛バンド男が出てきました。皆さん注意してください。あと目開けましたお、もう一方来てくださいました、どうぞ。静かだな、登場が。すごいテンションのギャップ。お願いします。いやいや、曇り空みたいな、曇り空みたいなテンションと言われてますけど、いや、マックスです、マックスです。はい、ということで今日はですね、今治戦、沼津戦のゴールをちょっと振り返っていこうと思うんですけれども、まずは有田選手です、ですですですって言いたいだけじゃないですか。ここ最近ゴールパフォーマンスがもう毎回変わるから、いつ考えてるんですかこういうの。常に常にネタになりそうというか、面白いのがあるかな、そういうの考えてるから、やっぱゴール決めれるんでしょうね、はい、そこまでイメージできてるからっていうのもあるかもしれないです。決めた後まで。試合前1個もらっていいですか。お、やる、本当にないんすもん、自分考えれてないんで。でも多分喜びすぎて忘れる確かにそうなんですよ、絶対できないパフォーマンスが。今シーズン決めた2点が劇的だから、うおーってなるような、はい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 、でうおーってなってるからなでも逆にもうシンプルにうおーって叫んじゃえば、ああもう叫び、そう叫び散らかして、してベンチ行く、そう、もう走り回るみたいな。まあイノシシの真似してもいいし、ね、こうやってちょっとつもしん、ちょっとつもしん、そう、これ行きましょうか。次だから、次それです、こうやって行ってる、はい、それでベンチ行きますね。俺らみんな仕方するから、やめそれ一番きついじゃないですかそれがはい、ということでゴールをね振り返ってもらおうと思うんですけれども、まあね、あの今治戦4対3と激しい打ち合いになったんですけれども、まあ、あの追撃の、お、鹿児島来るんじゃないかっていうね、あの先制ゴールを決めてくださいましたけど、はい、あのシーンちょっと振り返ってもらっていいですか。試合展開的に2点取られて、はい、でまあその2点目取られた後に、まあ、1回出てる選手で集まって中で話して、前からもプレスかけてやっていこうって言った中ですぐに点取れたんで、うんうん、まあ、切り替えようって言った後にすぐ取れたっていうのは、まあ、良かったかなと。なるほど、うん、やっぱりいい距離感でできてて、でやっぱフランク君がフリーだったら前向くだろうなとか、キープできるなっていうのはもう常に感じてるんで、その分動き出しがシンプルになるというか、どの相手がフランク君に食いつくかにもよってアップスペース違うんで、まあ、それを見ながらっていうのは試合中思ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、さあそして沼津戦、素晴らしい決勝ゴール決めてございました。起点選手、振り返ってもらっていいですか。敦貴君が蹴ってちょうどいい感じに相手のことブロックできて、はい、ファーサイド流れるなっていうのがあったんで、あとは誰かが折り返してくれれば決めれるかなっていうので、こぼれ球狙ってました。転がってきた時にもう決めれるなっていう感覚はあったんで、決めてそのままベンチ走ってって感じです。なるほど、次はじゃあ、 あのね、有田選手からもらったパフォーマンスがあるってことなんですか。イノシシパフォーマンス、ちょっと決めた手であのカメラに向かって練習ですか。僕はちょっとゴールっていうので、さあ木津選手にボールが出てゴール、あーちょ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 、今一番恥ずかしいパターンのやつですね。木津選手、今俺に言ったんじゃないですか。いや、さすがゴールに貪欲な男ですね。本番に取ってくれます。噛んでますけど大丈夫ですかはい、ということで、じゃあこれからお二人に投げていただきましょう。よろしくお願いします。さあということで、これからですね投げていただきたいと思うんですけれども、どちらから投げます。先に沼津戦、今治戦。私またなんか降りてきましたね。狙いなんてありますか。まああの誰も当ててないんで、おど真ん中のちょ真上、アイラし、ああなるほどなるほどなるほど、アイラ狙って、アイラ狙ってもいいですけどね。あ、そうっすね、確かに2回投げれますから、あ、その方がいいんじゃないですか。アイラ行きます。アイラ行くんだわかりました。はい、ということで、今治戦のゴール分3球、行き先を有田選手に決めていただきますちょっと待ってくださいそれで刺したら逆にもういいっすよ、スペシャルで。この間もなんか変なことやってたから。続きまして有田選手に、はい、相模原戦のワンゴール分、え、狙いはありますか。アイラシーいきます。アイラシー下投げで。さあそれでは有田選手、さあそれでは有田選手に投げていただきましょう。お願いします。いきます。ダーダーダー。しかしながらまた新たなところ、これ天城町です、おめでとうございます。
さあ、木津選手、どこ狙いましょう。じゃあ自分はスペシャル狙います。いやスペシャル、マジで言って当てたら最高っす。誰も当ててない。狙います、はい、まだ誰一人当ててないんで。それでは木津選手、お願いします。惜しい。天西2回目となりました。おめでとうございます。2人ともね、また離島っていうね、タバさんがね連れてってくれるから、はい、僕は連れてきますんで、ジャックさんよろしくお願いします。すいません。ありがとうございます。はい、ということで抽選の方を先にやっていきます。これから抽選の方やっていきたいと思います。まずはですね、天城に当てていただきましたので、天城町から1個引いていただきましょう、はい。さあ、しびれました。感謝、はい、礼儀正しいですね、本当に。さあ、有田選手どこでしょうか。どこが出るか非常に楽しみですけどね。鹿児島、情熱市場。いや、そう、俺が出てるやつね。通販番組、いつもありがとうございます。さあ、有田選手、はい、どこでしょうか。お願いします。西アギナ小学校です。西アギナ小学校、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということで続きまして木津選手に引いていただきたいと思います。この試合は1ゴール1点しか入らなかったので、1点しか入らなかったのでって言ったんですけど、大変なんですよ。そうですよね。すいません、申し訳ないです。そう、その貴重なゴール、どこに行くか、奄美市から1個選ばせていただきます。お願いします。さあ、引いて、早っ早っ早っ。木津選手、元気よく発表お願いします。ヤニ小学校です。ヤニ小学校、おめでとうございます。おめでとうございます。ヤニ小学校の皆さん、自分のゴールでボールを届けることができました。いっぱい遊んで、楽しく学校生活を送ってください。以上です。はい、ありがとうございます。そう、下手くそな中継リポーターで。以上、そう、毎回以上ですって言ってくれるから。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。僕のゴールでボールを届けることができます。たくさん遊んで、元気いっぱいな、元気いっぱいに、いや、元気いっぱいに育ってください。親か。で、まあ、残り試合少なくなりましたけど、これからも皆さんに、たくさんボール届けられるように、もっともっと点を取りたいと思います。現場からは以上です。ありがとうございます。リポーターみたいな感じでしたけど、それ言わな。すいません、まだ実力不足です。だそうです。現場から以上です。はい、現場から以上です。ということで、今日は有田選手、そして木津選手に、先にね来ていただきました。この後は米澤選手と小野寺選手がまた後ほど来てくださいますので、練習疲れるところありがとうございました。ありがとうございました。はい、また走ってた走ってた走ってた、すごい。あ、小野寺選手に来ていただきました。さあ、小野寺選手、センターバックでありながら、今まで負けてはしまったんですけど、反撃ののろしとも感じるようなヘディングシュート、あれちょっと振り返ってもらって、フリーキックからだったと思うんですけど、はい、いかがでしたか。木村選手からのフリーキックで、自分としても得意なポイントでもあるので、あそこの位置からっていうのは、まあ、8割折り返し、8割ゴールっていうような感じなんで、あまり、まあ、正確には言わないですけど、狙ったってことですね。そうですね。でもあれが一番素晴らしいゴールですもんね。キーパーとしても多分あそこは取れないですし、最後よく見たら頑張ってる薩川選手がまるで自分がゴールを決めたかのような勢いで飛んでったっていうのを、僕はゴールシーンを見て、すげえやつきめっちゃ頑張って最後まで押し込んでくれてるじゃんって思ったっていうのがゴールの。ああ、素晴らしい、ありがとうございます。今日行き先はですね、天城町ってところに有田選手当ててもらったんで、今からちょっと抽選で引いてもらおうかなと思います。じゃあお願いします。さあ、抽選。天城。はい、天城ですね。はい。いいですか。どうぞ。お、1個引かれましたね。さあ、岡前です。岡前小学校、おめでとうございます。まあ、少しのやっぱサッカーに関わる機会を増やしてもらって、またユナイテッドを知ってもらえるチャンスでもあるので、このボールをみんなと仲良く蹴って楽しい時間を過ごしてください。おめでとうございます。ありがとうございます。ヨルザ選手です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして平瀬選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ元気ない今日、どうした、なんかあったんすか。なんもないです。絶対なんかあったでしょ。なんもないです。やりましょう。ねえ、なんもないです。いや、なんかあるよ絶対。わざわざ寄ってきてなんもないですって。続けてください。続けますね。じゃあ一応続けますけど、ちょっと心配になってきますね。はい、ということで、このお二人、今治戦ゴールを決めてくださいましたけど、決めてないよ。決めてないよね。なんでいるの。でもここ最近あのコーナー折り返しが多いのね。木津選手 の沼津戦のゴールも ね松本戦ですか。俺のゴールもだって ねそうだよ、すごいね。ありがとうございます。
さあということで米澤選手来ていただきました。よろしくお願いします。じゃあす負けてしまいましたけど、今治戦珍しくヘディングでのゴール、しかも久々に2桁セレッソ大阪 U23 時代に12点ですよね。はい、越したいですね、その数字は。12は最低でも、チームが勝つことが一番なので。変わったね。 まずはそこですね。変わったね本当に。2桁取ったからそこの余裕ができた。ああなるほどね。そういう時の方がまた取れたりするんですよ。ああなるほどね。さあということで、あのゴールちょっと振り返ってもらおうと思うんですけど、はい、今治戦途中出場で出てきて結果を出したと。あのゴールちょっと振り返ってもらっていいですか。まあコーナーキックなった時に、はい、でまあ最初ニア走って、はい、でボールが後ろ行ったから直接入らんでもこぼれ狙おうと思って、うん、もう一回動き直してスッと入っていいところに来たんで、うん、触るだけでした。頭越えた瞬間次のことを考えて動き直したっていう。いやー素晴らしい。俺が決めるんだぐらいの勢いでもう飛んできましたもんね。じゃあうまい具合にボール来ました。あの折り返しもね、なんか変な人が変な人のね折り返しでしたもんね。はい、ということでじゃあ抽選、今回天城なんで天城から1個引いてもらおうと思うんですけど、4個のうちから1個引いてもらいましょう。はい、お願いします。さあどこになるか。お、取ってる。取ってますよ。はい、一個引かれました。天城小学校です。天城小学校おめでとうございます。素晴らしい。じゃあ天城小学校の皆さんにメッセージをお願いします。僕のゴールでボールを5球届けることができます。はい、元気よく外で遊んでください。熱中症には気をつけてください。はい、ということで米澤選手ありがとうございました。今回のワンゴール夢を届けプロジェクト、無事皆さんに引いていただき、また鹿児島の小学校にたくさんボールが届けられるということで、有田選手と2人でダブル得点を狙うって言ってますから、はい、頑張ってください。頑張ります。最後は米澤選手とお届けしました。現場からは以上です。Thank you.